女の子ですね。君ももうすぐお兄ちゃんだね。マリア、ちゃんとお片付けできたのか。偉いな。僕の記憶。学校で困ったことがあったらすぐ僕に言うんだぞ。うん。あの子、アキトの妹じゃなかったっけ？そうだけど。こっち呼べばいいじゃん。いいよ、喋ることないし。考えすぎだよ。何でもいいだろ。何でもよくないよ。お父さんとお母さんの結婚記念だよ。やっぱりお揃いのものがいいよね。お母さん、ちょっと疲れちゃっただけだよね。そうだよ、悪い風にばっか考えるなよ。よかった、お祭りとか久しぶりだよな。くそ、目を背けるな、アキト。お母さん、大丈夫だよね。やだよ、お母さんいなくなる。なんでみんないなくなるんだ。お兄ちゃん、どこにいるの？から新しいスタートだ。あと何回新しいスタートが来るんだ。スタートなんかじゃないよ、これ。落ちていってるだけだよ。どこまで下に行くんだ、この階段。恐れるな、大丈夫だ。ただ落ちるなら早くそこに落ちればいい。準備はいいか。確かめに来た、マリの意志を。物言わぬ彼女の願いを君がどう知るという。やめろ！
怎么样？なんだ、これは。魔法少女啊，换衣服了。これは彼女が起こしているのか。いや。それでも儀式は止められない。ごめん、俺ずっと謝りたくて。知ってるよ、だから私死ねなかった。お兄ちゃんのせいじゃない。あの時私これを、何、残してくれた思い出、最後に本当の気持ち話せてよかった。私は間違っていなかった。私と私の家族は再び一つとなる。失うことも悲しむこともない。永遠の楽園で。その最後だ。何も見えない。
くらえ。死にたくねえ。もう平気なふりなんてしないよ。泣いてもみっともなくても僕は生きていく。家族の前でようやく素直になれたってわけか。黙ってたと思ったらまだそんな。最後に一つだけ頼みたいことがある。うん。妻と息子に伝えてほしい。俺は最後まで諦めずに生き抜いたと。わかった、必ず伝える。悪いな、使いっ走り頼んじまって。自分で行ければいいんだが、ちょっと疲れちまったんでな。KK。 アキト、もう取りつかれんなよ。死神は俺みたいにいいやつじゃねえからな。なんだよそれ、勝手に取りついておいて。礼ぐらい言えよ。到这个剧情看，他妹会一直躺在病床上没有死，只是为了要等他哥哥的一句道歉，或者是就是等他哥哥去找他的这样子。他就是前面铺陈了很多，让人家会去期待说，哦，结尾到底是怎样？最后实现起来的东西却不怎么样，就只是一个三合一的怪兽，而且那个三合一的怪兽出来还是因为你根本不知道打开大门会发生什么事情。那你前面讲的这么宏大的理论，你是在讲什么那种感觉？因为他前面在那个铁塔上面跟我们男主角在对话的那一段，他说的，他觉得他妹一直在被这个身体的病痛所困惑嘛，没有，男主角并没有了解说他妹到底想不想要回到这副身体，但就是有一点衔接不上，最后的结局变成这样。那个神社投钱许愿的那个部分也蛮有趣的，因为他就是有分找到更多的地藏像，或者是所求之物，还有那个狸猫嘛，通常就是投了钱之后，它就会马上让你搜寻到，就是这会减轻我在收集的过程中的一些疲惫，然后又有一种哦有求必应的感觉。就是撇开那些
比较有名的那种都市传说以外，他可能支线都是从一个地方小市民，然后遭遇了什么事情，然后就会遇到那些很强的小怪这样子。那我觉得，如果你是一个很喜欢收集东西，然后你想要把这个进度慢慢的完成，我觉得它拿来打发时间是非常非常好的。因为我像我假日都会直接去找人家攻略地藏像，或者是狸猫，还有调查笔记，或者是猫友那些收集要素的攻略，我都会直接照人家的地图去找。然后找完的路上就顺便去收集那些灵，这个过程我觉得是舒服的。就是你可能下班回去玩，你会觉得还不错，然后又有一点点小成就，然后又可以慢慢的解支线。